小林麻耶さんは連日にわたり、妹真央さんの夫で歌舞伎役者の市川海老蔵さんに糾弾する言葉を YouTube やブログから発信し続けていました。3月21日に松井和代です、冗談です、松井和代さんに親しみを持っていたので親しみを込めて冗談を言わせてもらいましたと語り出し、松井劇場をオマージュし大きな注目を集めていました。本家の松井和代さんはご自由にどうぞと思いますよとし、松井劇場を通じて私は嘘をつかず真実を命がけで訴えました。麻耶さんも私の名前を出すことで本当のことをお話ししたかったのでしょうねと麻耶さんの心情に寄り添い認めた様子です。しかし今回の麻耶劇場についてはせっかくの告発動画なのに癒やし系アイドルアナ時代の癖が抜けておらず、ニコニコ笑っているようじゃ甘すぎますね。私は戦うために全てを捨てて、まさに戦でしたからと指摘しました。本気で海老蔵さんを告発するつもりなら人生をかけてやるべきということを暗にほのめかした様子でした。その後松井和代さんは小林様とはレベル感が違いますと一蹴。松井劇場はそれまでの芸能生活44年を投げ打っての戦でした。化粧なんか必要なかった、服もコンビニの黒い T シャツで十分でした。命がけで挑んだ戦いがまさに松井劇場です。小林麻耶さんの主張に対しては、だから小林様とはそのレベル感が違いすぎますねと切り捨てるも、松井和代を目指すためのアドバイスも綴っていました。松井劇場とは、松井和代さんは2017年6月27日自身のブログに恐怖の告白と題した文章を掲載して以降、ブログやツイッターを通じて夫の船越英一郎氏との亀裂を報じたメディアや船越氏を非難する発言を繰り返していました。松井さん当人が出演してそれらの経緯を独白する自作動画を断続的に YouTube に公開したりしていた様子を松井劇場と評され、一時期メディアで大きく取り上げられていました。まさに船越英一郎氏への恨み節でした。告発の結果、船越氏からは名誉毀損で刑事告訴されたものの、最終的には不起訴に終わり、私が完全勝利しましたとも振り返りました。松井和代来歴。松井和代さんは1979年に 11PM 大阪イレブンのカバーガールとして司会者である藤本義一氏と並んで芸能界デビューしました。その後数多くのドラマや映画に出演しました。綺麗好き、掃除好きな性格から掃除に関する独自の工夫を発表し、テレビ出演だけでなく掃除関連の著作を多く出版しました。松井さんがプロデュースした商品は11種類ある中で、代表的なのは細かい部分の掃除に便利な棒状の掃除用具、通称松井棒の開発、圧力鍋をプロデュースし、自らテレビショッピングで調理法を実演しているほか、包丁や洗剤をプロデュースしています。松井棒は飛ぶように売れ、1億7500万円あった借金を返すことができ、圧力鍋も150億円の売り上げを記録し、20億円のロイヤリティもゲットしたそうです。また株式や不動産投資の収入も大きく、東京オリンピック前の不動産投資ではかなり稼ぎ、アメリカ大統領選の際にもトランプ氏寄りに投資していたため大儲けだったそうです。私生活。1986年に DC ブランドパーソンズの経営者と結婚、1989年に長男を設けましたが1996年に離婚、2001年に俳優の船越英一郎氏と再婚しましたが
夫船越氏の家族からは最後まで反対されており、結婚式にも出席することはありませんでした。船越英一郎氏は2015年11月に松井和代さんに離婚を切り出します。離婚の理由は、以前から松井和代さんの束縛の激しさや気候に嫌気がさしていたようです。数回の話し合いを繰り返した末、2017年2月に離婚合意との話がまとまりましたが、松井和代さんは離婚に応じない旨を主張し始めたのです。2017年6月、松井劇場勃発、もし離婚するなら極秘情報を暴露すると脅しにかかりました。2017年12月、離婚成立。船越英一郎氏との離婚が成立し、松井和代さんは記者会見を開き、両手でガッツポーズをしてみせ、勝ち取った、夢が叶ったと宣言しました。最初に離婚を申し出たのは船越英一郎氏ですから、松井和代さんが喜ぶのはおかしな話ですね。松井和代の現在は、船越英一郎氏との裁判が不起訴処分となり、2日後にはアメリカ・ニューヨークへと飛び立ちました。松井和代さんは現在ニューヨークに移住し、会社を設立して実業家、資産家として活動しています。松井和代さんが住んでいるのはニューヨークで最高級エリアのマンハッタン中心部だそうです。そこはなんとビリオニアビルと呼ばれ、150億円以上の部屋もある最高級タワーマンション157という90階建て高層マンション一室をキャッシュで一括購入したとか、自宅用と投資用とで計2部屋を購入したことも明かしました。本来はお金だけあってもアジア人には買えないとのことで、有力な弁護士を4人も雇ってなんとか購入できたんですと説明しました。ニューヨークの一等地に高級マンションを購入したのも現地での人脈作りを考えてのことのようです。松井さんはグリーンカードを取得していることも打ち明け、剛腕投資家へと華麗なる転身を遂げたようです。アメリカでの展望は、国内でヒットさせた松井ボーラをアレンジし展開していく予定だそうです。松井和代劇場からすでに4年が経ち、人々の記憶から薄れてきたかと思いますが、当の本人はまだまだアグレッシブに活動していたのですね。現在ニューヨークに拠点を移した松井和代さんの松井劇場第2幕が開かれるともっぱらの噂です。このパンデミックが収束したら、松井和代さんはアメリカで人生で最大の勝負をすることを宣言しています。英語も流暢ですし、アメリカではジャパニーズマムかよという芸名を名乗る予定だとか。最終的にはアメリカで有名になり、世界的セレブになりたいようですね。私は100歳まで米国で活動して一旗あげるつもりです。それまでは戦い続けますよと宣言し、そのバイタリティに一切の衰えが見られません。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。